風と雲の美容室代表の純と申します。ちょっと中性的なイメージとか、ちょっと細身のお洋服が好きなお客様とか、そういうお客様に支持いただいているヘアスタイルです。フェイスラインに指を沿わせて切っていってください。だからワンパネ一歩切ったらちょっと半歩動くぐらいですね。で、必ず正面で一回こうハの字に切ったら、今度逆に V 字でこうチェックしていくと失敗なく切れると思います。多分センターにつけちゃうと、ここの毛がすぐ目にかかってきて持ちの悪いスタイルになったりしてしまうので、今この辺だけレイヤー入ってます。一段下げますね。一段下げてこの角をちょっと取っていきたいと思います。角度的にちょっと手首を返して、小顔とかではなくてすごく小頭に見せて、でなんかこう自分のその、全身のバランス、南東身っていう部分をなるべく数字を上げる、ぜひやってみてください。